ラジオタンブナーの隠れ家表部屋2。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブナーです。はい、今週の日曜ラジオですね、やっていきたいと思います。本日が7月のラストですね、31日の日曜日となります。はい、ラジオの方やっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでまた今週がですね、体調を回復しましたので、はい、発信の方ですね、復帰していきたいと思います。はい、先週ですね、一週間、この日曜ラジオの方も、まあ、お休みをさせていただきましたけども、まあ、本当に、ひどく崩しましたね。はい、一週間ぐらい、もう丸々、体調不良でですね、ダウンして、おりまして、で、まあ、発信活動ももちろんできないし、そもそも、まあ、ゲームやる、できるレベルの体力すらないっていうね、ぐらいひどく、崩していたということなんだってね、だったんで、まあ、全くゲームもできないというような、状態でした。まあ、久々になんでね、結構、なんだろうな、まあ、余暇の時間、ね、まあ、普段、発信とかも含めてですけども、自分まあゲームやってることがすごく多いんですけども、まあゲームやるのもね、やっぱ最低限こう体力がないとですね、できないんで、ゲームできないっていうことでね、ぼーっと映画見たりとかですね、そんな感じで時間を使ったっていうね、感じになりましたけども。はい。ということで、まあ今週はですね、まあそんな感じで復帰をしましたんで、また発信関係のですね、お話なんかをしていこうかなと思います。はい。で、まあ、もともとはですね、先週ラジオができたらですね、そこで話をする予定だったんですけれども、まあ、先週21日ですね、信長の野望の新作の、信長の野望新生というゲームがですね、発売をしましたんで、まあ、発売日当日からですね、こちらのチャンネルの方でのライブ配信とかで取り上げたりですね、発信として新しく、こちらのゲームをね、取り上げさせていただいております。はい。で、まあ、まあ、その前に、木曜日でね、木曜日の、夜やってるラジオなんですけども、こちらの方ですね、信長の野望のラジオという形に、これまで、対抗 DC でのラジオやってたんですけどね、まあ、そちらの方切り替えまして、まあ、信長の野望の、いろんなこうゲームの話していくっていう感じのね、ラジオにしましたんで、またそちらの方のゲームの方で興味ある方はですね、木曜日のラジオの方をご視聴いただけるとありがたいなというふうに思います。はい。で、ですね、とりあえずしばらくですね、1ヶ月2ヶ月ぐらい、この信長の野望新生というゲームに、かなりちょっとウェイトをですね、ここに重く集中してですね、やっていきたいなというふうに思ってるもんですから、ちょっとね、他のゲームの発信とかがかなり滞るところが出てくるというふうに思うんですけども、こればかりはどうしてもね、この信長の野望とか、まあ、僕が長く発信しているゲームだと、シビライゼーションのシリーズなんかも同じような、系統のゲームですけども、だいぶ沼が深いと、ボリュームが、多いタイプのゲームですので、これね、ちょっとね、本当に集中してやんないとですね、なかなかゲームの、攻略、ゲーム性の把握とかがですね、進まないんですね。はい。ですので、まあ、普段ですね、自分は、いろんなゲームを同時並行で、プレイしてまして、で、まあ、それをいろいろとこう、動画チャンネルで、発信したりですね、ブログの方で記事書いたりとかいう風にしてます。普段からね。で、まあ、新しいゲームがですね、発売して、それやっていてもですね、他のものも大体同時並行でやるんですけれども、本当に、まあ、数少ないですが、まあ、信長の野望とかね、シビライゼーションとか、そういうレベルの、超絶、ボリュームがある沼が、極限に深いタイプのゲームってなると、さすがにですね、ちょっと集中してやんないと大変ということがありますね。こういう時ばかりはね、本当にちょっとそこだけに集中させていただくような形になっちゃいます。はい。まあ、1ヶ月、2ヶ月ぐらいね、8月、9月ぐらいまでで目処立てばいいなというふうに思ってるんですけども、まあそのくらい、集中して、
やって、で、まあ、信長の野望のね、ゲーム性とか把握できてきた、したら、まあ、このゲームも、まあ、長期的にね、発信していく形に、だんだん落ち着けていきたいというふうにね、思いますんで、ちょっとそれまでは、信長の野望に、ものすごい集中して、やるという状態がね、しばらく続くと思いますけども、その辺はちょっとご了承いただければと思います。はい。ということで、まあ、来月8月、まあ、なるべくね、8月中ぐらいに、こう、終わればいいなと思う、終わればっていうかね、そういう状態が終わればいいなと思ってるんですけども、まあ、8月、最悪9月とか、行くかもしれませんが、そのぐらいまで、信長の野望に集中させていただいて、新作もね、で、その分、ちょっと、こう、これまで、やっていたゲームの発信で、まあ、シビライゼーションとかね、そういうの、特にそうなんです。まあ、もう本当長くやってたタイプなんですね。そういうのは、まあ、非常にこう、もう長く発信してますんで、ちょっとこう、しばらく1ヶ月、2ヶ月ぐらいお休み、させていただいて、で、またこう、時間が取れてきたら、また元戻していくっていうことで、慣らしていきたいなと思いますね、最終的にはね。はい。ちょっと1、2ヶ月ぐらいは信長の野望に集中させてくださいという感じのね、発信の状態になってくるんじゃないかなと思います。まあ、とはいえですね、多分ブログの方とかではそういう感じになると思うんですけども、まあ、動画チャンネル的にはですね、あんまりこう、信長の野望のライブ配信をこう、やるっていうのも、まあ、そうね。そんなシリーズで何かやるかっていうのをあんまり考えてないんで、この動画チャンネル的にはそんなにあれ変わんないと思うんですけども、まあブログとかの発信とか、まあ個人的にちょっと やるゲームのバランスなんかはね、信長の野望にだいぶ偏るかなという感じがします。はい。まあ、先月からね、もう一個新作のゲームだと、まあ、モンハンのね、新作のサンブレイクやってるんですけども、まあ、モンハンの方はだいぶね、もう攻略落ち着いてきた感じなんで、まあまあ、まだまだ、ゲームをね、新しい DLC とかいろいろと出て いくのでね、まあ、やることは継続してやるんですけども、まあ、そんなにこう、そのゲームだけずっとやってないとやばいっていうレベルじゃなくなったんでね、まあ、そっちの方は良かったんですけども、まあ、今度信長の野望が本当に忙しいので、しばらくは信長の野望をやらせていた、に集中させていただいて、で、まあ、その後はね、また、信長の野望もですね、まあ、それこそシビライゼーションとかね、そういう感じのこう、ゲームと同じように、まあ、長期的にこう、ずっとやっていくようなね、ゲームに落ち着けていけたらいいなというふうに思ってますんで、ね、ぜひ、まあ、シビライゼーションとかと同じようなゲームジャンルになりますけども、まあ、この手のゲームジャンルで、好きでね、見ていただいてる方、ブログ読んでいただいてとかですね、してる方はですね、新しく信長の野望も追加していきたいと思いますんでね、よろしくお願いいたします。はい。まあ、そんなところですかね。はい。で、一応、まあ、信長の野望の個別の話については、木曜日のラジオとか、あと、まあ、この、YouTube チャンネルだと、ライブ配信とか何回かやってますけど、まあ、そちらの方でいろいろと話をしてますんで、まあ、個別のこのゲームの話についてはね、そちらの方を見ていただいたりするの方がいいのかなというふうに思うんですけども、まあ、大雑把に言えばですね、まあ、かなり、やっぱりこう、奥が深く、沼が深いタイプのね、ゲームだというふうに思います。で、まあ、シビライゼーション6なんかはですね、最新作6、の時に、初心者向けの動画とか出したりしてですね、まあ、自分のこう、発信の方向性としては、なるべくこう、初心者向けに、新しくこう、やるようなね、プレイヤー向けの、情報発信とかをしていくみたいなことっていうのをこうメインでやらせていただいたんですけども、まあ、信長の野望についてもですね、ちょっとま、動画そういう形で作れるかどうかっていうのはわかりませんが、まあ、方向性としては同じような方向性で考えております。久々のま、新作、ですし、もちろんま、信長の野望ね、前からこう、やってるような方が別にもう見ていただく分にはもう、もちろん問題ないっていうかね、ありがたいんですけど、まあ、基本的に方向性としてはね、
すごい久々に復帰、した方とかね、まあ、信長の野望すごい古い作品とかやったけど、もう最近全然やってないみたいな方とか、もう本当にこう、これまでやったことなくてね、初めてやり始めたみたいな、そういう方向けの、いろんなこう、ブログの記事とか、そういうのをこう、発信していこうかなというふうなね、方向性で考えてますんで、まあ、ぜひね、もう機会に、まあ、シビライゼーションなんかもそうですけど、ちょっと、すごい沼が深くて、むちゃくちゃこう、難しそうなゲームなんで、全くこう、これまでやったことがなかった、敬遠してたっていうような方もね、この機会にちょっとこう、やり始めて、いただければですね、その辺の方をこう、フォローしていけるような情報発信っていうのをね、主にしていきたいなというふうに思っておりますので、はい。ぜひそういう方にね、特におすすめかなというふうに思っております。はい。ということで、今週の、ラジオはですね、この辺で終わりにしたいと思います。まあ、とりあえずね、一週間、体調不良でダウンしていたんですが、一応ね、あまりにも体調ひどかったんで、コロナの検査はしましたが、それは関係なかったみたいですね。まあ、何だったんでしょうっていう感じですけども、まあ、こういう、季節でね、本当にまあ暑くなってきましたが、まあ、皆さんも体調には気をつけていただければと思います。まあとりあえず体調不良だったんですけども、まあそれが回復してよかったねということで、また本当に、7月はですね、もう前半後半ともにですね、いろいろとありました。世間的にもね、非常に大きな事件もありまして、まあ自分の体調も崩してっていうのをね、まあ前半から後半とずっとこう続いてしまいました。はい、あんまりこう、活動できなかった、まあ、月になってしまいましたけども、まあ、7月ももう終わりですから、来月の8月はね、いろいろとこう気持ちを切り替えてまたやっていきたいなというふうに思っております。はい、ということで、今週のラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。またどっかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。